2年と半年だよ。いい加減にしろよ。2年と半年経って東日本どうなってんの？もっとひどいのは福島の原発どうなってんの？汚染水だ汚染水だ、俺も9回以上入ってんの。ね？見せろったってなかなか見せてくんない。最後東電ともうやり合うだけやり合って、第4、第3、第2、第1、第5、第6、今言った順番は僕が入って順番に歩いた順番、発電の第4発電、第3発電、原子力発電、はい、第4と第3の前を歩いて、第2と第1の前は自動車でバスで乗って、すっ、放射線量があまりにも高すぎて、でも第4と第3はなぜ放射線量が低いんですか、なんとか爆発で建屋が飛んじゃって放射性物質が空中に散っちゃったから薄くなったんです。同じことが、はい、汚染された水をタンクにとりあえず集めておこう、うん、そのタンクが租税ら、まあ租税乱造っての、はい、ね、ひどい作りだよ、うん、溶接してないからビスだから緩むわ、そっから持ってる、錆びたりもしますよね、錆びたりきっと、で持った放射能に汚染された水が地べたに染み込む、染み込むだけじゃなくて大量に出ちゃった場合には小さな水を通って海に流れ込んじゃう。福島の海はどうなっちゃうの、うん、漁業関係者と話したら、とりあえず年間の保証、はい、今までのねね今までの稼ぎの8割は東京電力が、そんな金東京電力であんのかよ。もう国を挙げてやるしかないよ。でもそれも2年と半年かかってこういう現状。日本じゃ福島の原発のニュースってのはあまり僕らぐらいしか言わないけども、はい、これがイギリスとアメリカで行くとすごいですよ。ヨーロッパでは福島、うん、放射能漏れ、放射能の汚染、オリンピックで浮かれてる場合じゃないぜ、うん、